どうも、皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、月額制宿泊サービスのハフがですね、春旅招待キャンペーンっていうのをやっておりますので、こちらの解説ね、やっていきたいなと思います。ということで今回ですね、月額制宿泊サービスのね、ハフを紹介ね、していきたいなというふうに思うわけなんですけれども、個人的にはですね、このハフっていうのはお得にね、宿泊することがね、できるかななんていうふうに思ってるんですけれども、やはりね、少なからずコインがね、必要になるっていうふうになりますんで、まあなかなかね、ずっとお得に利用するっていうのはですね、まあある程度ね、宿を探せる人であったり、根拠を持ってね、利用することができる人は、まあ難しくないかななんていうふうに思うわけなんですけども、まあ一般的にはですね、ちょっと難しいというか難易度が高いのかななんていうふうに思っておりまして、今回ね、動画解説するキャンペーンもですね、最初はね、スルーしようかななんていうふうに思ってたわけなんですけども、このね、今のこの招待キャンペーンを利用すると合計ね、500ハフコインがですね、獲得することができてですね、またこの500コインをね、利用してマリオット系ホテルの AC by マリオット東京銀座ホテルにですね、宿泊することができるって言った形になるんですよね。まあこれをね、見た時に、あ、これだったらいいんじゃないかななんていうふうに思いまして、今回ね、動画作らせていただきました。で、またですね、この AC オフパイマリオット東京銀座ホテルですね、私も2022年の1月のね、2日とか、そこら辺にね、泊まったんですよね。で、非常に良かったんですよね。で、またね、朝食も非常に美味しくてですね、めちゃくちゃおすすめなホテルなんですけども、この朝食に関してもですね、本来ですね、この AC by マリオット東京銀座っていうのは、マリオット系ホテルなんですけども、ハフ経由で予約すると、マリオットのね、ステータス特典っていうのは利用できないので、朝食つかないんですよね。なんですけども、この4月中はですね、このハフで経由で予約してもですね、こちら朝食はですね、無料で利用することができるっていう風になりますんで、招待キャンペーンをうまく活用して、このね、 AC by マリオット東京銀座ね、利用することができて、またね、朝食も利用することができるっていう風になりますんで、こちらね、気になる方はですね、ぜひね、最後までご覧いただければなと思います。それではまずですね、月額制宿泊サービスのね、このハフっていうのは、まあ結構前にね、解説動画ね、出させていただいたんですけども、まあかなりね、経っておりまして、またね、最近はまあ宿泊して、ホテルレビューみたいな形でね、動画を出させていただいてるんですけども、このサービス自体はですね、そんなにね、最近紹介しておりませんので、改めてね、解説していきたいなというふうに思うわけなんですけども、この月額制宿泊サービスのハフっていうのは、ホテルのサブスクリプションっていう風になります。月額料金を払ってですね、ホテルに宿泊することができて、お得にね、利用することができるわけなんですけども、サブスクリプションっていう風になっておりますんで、ホテルを利用しても利用しなくてもですね、お金がかかるサービスっていう風になります。またですね、初月からね、お金が必ずね、かかるっていう風になりますんで、この点もね、注意していただきたいなと思うんですけども、初月はね、必ず有料っていう風になりまして、2ヶ月目以降はですね、お休み会員みたいな感じで、会員登録だけね、移すことができるんですけども、少なくてもね、初月からどのプランでもいいんですけども、初月からね、最安値は2908円だと思うんですけども、まあこちらがね、かかってくるっていった形になります。で、プランのね、一覧なんですけども、こういったね、形になっておりまして、スタンダードライト、スタンダードプラス、プレミアム、プレミアムクラスということで、で、このプランがね、料金が上がっていけば上がっていくほど、月のね、もらえるコインが多くなったりですね、またね、月に宿泊できるね、宿泊数っていうのがプランによって決まっているわけなんですけども、こちらもね、料金が上がれば上がるほど宿泊できる日数もですね、増えていくっていった形になります。で、仮にですね、ライトプランであれば、月額ね、2908円を支払っていただくと、月1泊までね、利用することができて、一月ね、50コインがね、もらえるっていった形になります。まあ、ホテルにね、宿泊する際に、このコインっていうのはね、必要になるわけなんですけども、この50コインでもですね、宿泊できるところっていうのは、まあ、ドミトリー含めてね、ありますので、まあ、2908円でね、1泊することができるのであればですね、かなりね、お得ではないのかなと思います。
まあこういった感じのね、月額制宿泊サービスのハフなんですけども、春旅招待キャンペーンっていうのを今ね、やっているんですよね。で、これがですね、4月の15日までということで、この動画が出てるのはね、4月の14日なんですよね。ですので、このキャンペーンね、明日で終わってしまいますので、まあこちらね、利用していただくと、まあお得にね、AC バイマリアット東京銀座ホテルね、宿泊することができるっていう風になりますんで、もしね、利用されたいっていう方はですね、4月15日までにね、決断ね、していただければなと思います。で、このキャンペーンのね、特典なんですけども、本来こちら、スタンダードプランっていうのが、まあ、月3泊までですね、本来9800円するんですけども、まあ、こちらがね、8820円で新規登録していただくとね、お得に入会できるわけなんですけども、まあ、こちらはですね、紹介 URL でね、登録していただくと、こちら、6800円でね、初月利用することができるっていう風になりますんで、まあ、招待 URL ね、概要欄に載せておきますので、まあ、そちらから入会していただくと、まあ、初月ね3000引きでね利用することができるっていう風になりますんで、まあ、簡単に言うとですね、今月利用していただければですね、6800円で AC バイマリアット東京銀座ホテルね宿泊することができるって言った形になるんですよね。まあ、こう考えていただくとね、かなりお得にね宿泊ねできるかなっていう風に思いますので、かなりねおすすめって言った形になります。で、このキャンペーンでねもらえるコインなんですけども、まずね紹介 URL で100コイン、またねスタンダード以上に新規会員登録で100コインで、スタンダードプラン付帯のコインで200コインということで、これだけで400コインがねゲットすることができます。で、スタンダードプランということで、スタンダードプランはね月に3泊ね利用することができますよね。で、このハフっていうのはこの1泊をですね50コインに交換することができるんですよね。ですので、この3泊分の中の2泊を、コインに交換していただくと、これでね100コインね、交換することができますんで、全部でね、500コインがね、獲得することができるって言った形になるんですよね。ですので、3泊分の1の2泊ね、使ってますんで、あと1泊ね、残っておりますので、まあ、500コインを使って、1泊ね、4月中に利用することができるって言った形になるんですよね。で、先ほども言った通りですね、初月ね、6800円ということで、まあ、この6800円はね、かかるわけなんですけども、まあ、こちらもですね、6800円支払ってもらって、まあ、500コインで AC バイマリオット東京銀座ね、宿泊していただいて、で、来月以降はですね、まあ、月1回のプランに変更したり、まあ、会員登録だけのね、無料プランとかに移行していただいてもね、いいって言った形になるんですよね。でですね、まあ、500コインがね、あるということで、まあ、一番のおすすめはですね、AC バイマリオット東京銀座ホテルがね、まあ、間違いなく朝食も無料でね、提供していただけるっていう風になりますんで、こちらがね、おすすめなんですけども、まあ、それ以外にもですね、ハフ自体のトップページでね、非常にいろんな、条件でね、検索することができて、まあ場所であったりですね、コイン数であったり、まあ人気ランキングみたいな感じでね、まあそういった感じでもね、調べることができますので、まあ AC バイマリオット東京銀座ホテルね、利用していただくのもね、とてもおすすめなんですけども、それ以外のね、ホテルでも利用することができるっていう風になりますんで、こちらもね、ぜひね、見ていただければなと思います。で、この朝食無料なんですけども、まあ、4月中って言いましたけども、正確にはね、4月29日までっていう風になりますんで、まあ、この点はね、ご注意ください。で、またね、この朝食が無料になるのは1名だけっていう風になりますんで、これね、同伴者の方もね利用することができるんですけども、こちらね有料っていう風になりますんで、こちらもねご注意ください。でも、この朝食ね非常にレベルが高くて、この AC バイマリオット東京銀座っていうのはそこまでカテゴリー、まあ今はもうカテゴリーなくなりましたけども、まあ、必要ポイントがねそこまで多いホテルではないんですけども、朝食のねレベルはね非常に高くてめちゃくちゃ良かったんで、ここのね朝食もねぜひね味わっていただければなというふうに思います。またね、まあ、今回ねキャンペーンで獲得できるのは500コインっていうふうになるわけなんですけども、まあ、もうちょっとねハフ利用していただいて650コインまでね貯めていただくと、ザ・プリンス宝ヶ池オートグラフコレクションっていうね京都にあるホテルなんですけども、こちらもですねめちゃくちゃおすすめです。で、このホテルに関してはですね、マリオットホテルのステータス特典もね併用することができるっていう風になりますんで、まあプラチナ以上であればですね、ラウンジとかね朝食とか、まあ
ップグレードとかレートチェックアウトもそうですけども、まあそういった特典もね、利用することができるっていう風になりますんで、こちらもね、非常におすすめっていった形になります。私もね、去年、はい、宿泊ね、しに行って動画ね、出しておりますんで、よかったらね、見ていただければなと思います。多分ね、まだステータス特典ね、利用できると思うんですけども、一応ね、ホテルに確認だけはね、していただければなと思います。ということで今回ですね、月額制宿泊サービスのハフがですね、春旅招待キャンペーンをね、やっておりますので、こちらの解説させていただいたわけなんですけども、私もね、もう、いつだったかな、去年の何月だったかちょっと忘れちゃいましたけども、まあ、ずっとこのハフね、利用させていただいてまして、まあ、先月、2月にね、コロナ食らいましたよね。まあ、あの時にね、一回休会して、今ね、ちょっとそのまま休会しっぱなしなんですけども、まあ、そろそろね、再開したいなっていうふうに思っておりまして、ハフはね、本当にいろんなホテルとね、最近提携どんどん広がっておりまして、まあ、利用したいホテルね、めちゃくちゃあるんですよね。あの有名なね、星野リゾートのこちら BEB5 っていうのかな、ちょっとこれ読み方は私ね、わかんないんですけども、まあ、BEB5 軽井沢だったり、OMO5小樽だったりですね、この星野リゾートグループのねホテルともこちらねハフで利用することができるっていう風になったりですね、またねプルマン東京多摩市とかハイアットリージェンシー京都とかパレスホテルとかね、まあ、プリンスホテルとかハイアットとかですね、結構ねいろんなホテルがですねこのハフね提携どんどん広がってですね、あと星野ホテルとかもそうかな、はい、利用することができるっていう風になりますんで、まあ、私ねここら辺のホテルね全部行きたいんですよね。ですので、ここら辺もね、ちょっと徐々にね、課金しつつですね、利用ね、していきたいなというふうに思ってるんですよね。まあ、これがね、まあ、コインはね、必要にはなりますけども、まあ、1泊2908円でね、利用することができるのであればですね、まあ、かなりね、いいのではないのかなと思います。ということで、今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやってますんで、フォローチェックしてあげると、とても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。